どうぞ、いいですか、いいよ。なんか知らんけど、田んぼの真ん中に、なんか自販機あります、自販機はい、これはい、トマトと書いてある、トマトいっぱい、全部300円やね、これ。はい、ほんでね、なんかこれね、トマトにジャガイモにズッキーニ、ナスビ、キュウリ、マンガジュ、オクラよっていっぱい書いてあるんだけどね。ああ、はいはい、あ、ここ、枝豆、あ、お店の方やはるわ、はい、どうぞ、ちょっと顔出していいのか、はい、プラタ農場のプラタです。あ、プラタ農場さん、このハウスやんね。はい、で、あっち、息子が作ってます、一緒。あ、車はちょっとやめとこう、車で撮って、はいはい、はい、あ、はい、うん、ちょっと待って、はい、後で編集業務できる、うん、できるで、できるで言うて、はい、トマトをなんかこのハウスで作ってるみたいですね、ここのハウスやんね。はい、ではちょっとね、こんなこうやってね、はい、トマトは必ず常温で保存してくださいでね、あ、俺のあ、うん、6本が消えていった、うん、6本消えていった、俺まだ取ってないで、あ、おう、はい、お客様各位、自販機ご利用ありがとうございます。自販機、販売時間は午前6時30分からやって、以下省略でございますけど、はい、こういう感じでね。はい、ありがとう。大丈夫。こんな感じでね。はい、はい、ここに、あ、こんな映したらが、防犯上の。すいません。はい、うん。ここ、いいね。どうですか、儲かってまっか。いや、まだ初めてばっかりなんで頑張ります。いや、ぼちぼちでんな言わないからです。ぼちぼち。ただ一つ自慢は、はい、もう実はこのトマトとても有名で、うん、魔法のレストランの水野真紀さんがもう2016年より御用達していただいております。あ、そうですか。今年は LINE ニュースも載って問い合わせ大変で、あ、そうですか、はい、嬉しかったです、と、宣伝してくれて入りますね、はい、で、あとはね、アピールなんです。なぜうちのトマトが美味しいかというと、2020年からね、息子が、はい、料理してる、息子が作ってるんですが、実はもう超有名なフレンチの料理人のとこで修行してたんです。あ、息子さんが、だから作るのが上手なんです、はい、まあ、親バカですよ、ね、はい、まあまあどこのもね、親バカですけどね、はい、一応ね、はい、ね、ちょっと今ね、自販機の中はちょっと空いてるもんね、そこはちょっと、はい、そのやめます。あ、その今言ってた話題のかの有名な息子さん帰ってまいりましたね、はい、はい、シェフをやってはったらしいですね。あ、そうです、もともと料理人やったんで、あ、それで食材いろいろ触ってたんで、それで、ね、作業の農家もあって、でこっち帰ってきた時に、はい、野菜作って、で上手に作るなってから、あ、自分でお店をオープンしようかな、とか思って、ほら、お店はまだオープンしてないわけですね。はい。この農業部門の中です。あ、そうですか。はい、はい。どうもありがとうございました。ちなみに、ともじいは、トウモロコシ6本買わさせていただきました。なんか1本100円でね、ホワイトコーンで、なんか、生で食べられるそうです。はい。はい、では一応、ちょっと通りすがりでこう寄させてもらった、もんなんですけど、はい、以上ありがとうございました。では失礼します。はい、どうもありがとうございました。あ、ほんで切ってこれはった、終わった、編集終わりました。はい、先ほど帰り道で買ってきた、これはトウモロコシですね。はい、ちょっと小ぶりですけどね、1本100円で売ってあって、全部で6本買ったんですけどね。たらね、優しい、ここのオーナーさんがね、じゃあ、これ1本おまけしとくね、言うて、はい、おまけしてくれはりました。ね、これ、中はどんな色ですかと聞いたら、白ですよって、ホワイトコーンですって。で、生ではどうですかって聞いたら、あ、これね、生でも食べられるんですよ。生食用で今販売するんですけどね、もうね、このホワイトコーンはね、もうちょっと、ね、時期的に、もう収穫終わりなんで、いうことでね、でも出血大サービスということでね、はい、売ってありましたね。まあ、で、このね、これね、完熟トマトなんですよ、これ。完熟トマトね。でね、あ、
これからね、季節ね、これ枝豆なんですけどね、湯がいてね、ビールのお供とかね、友人とこはね、一応これね、一回茹でて、それでね、ご飯と一緒に混ぜてね、豆ご飯みたいに、枝豆のね、豆ご飯みたいにするみたいですよね。